こんにちは、自然を加工チャンネルのくにこです。今回は、不透明水彩絵の具、ガッシュを使ってみたいと思います。またあの画材の紹介ですね。これまで、私は主にこうペンでスケッチをして、その線を生かすために、透明水彩を、少し乗せる感じで絵を描いてきたんですけど、けれど鳥を描こうと思った時に、色を上から重ねた時、下の色が透けない方が描きやすいのではないかなって思いました。でそこで今回は、不透明水彩絵の具を試してみたいと思います。鳥を描く練習を動画にしますので、よろしければ最後までご視聴くださいね。はい、まず画材の紹介をしてみたいと思います。今回使用する道具はこちらですね。ホルベインの、不透明水彩絵の具ガッシュ12色入りを、最初買ってみました。こんな感じですね。これが透明水彩ですね。こっちが、透明水彩で、こっちがガッシュ。まあ見た目はそんなに変わらない。パレットの代わりに梅皿。ガッシュは、固まるのが早いらしいので、梅皿を使って、終わったらもうすぐ洗ってしまおうと思います。とそれから、筆ですね。まあ、これは普通の、透明水彩と同じ、ちょっと分けようかなとは思ってるんですけど、とりあえずは一緒のものを使いたいと思います。それから、まあ、筆線とタオル、雑巾ですね。それから、鉛筆と、練り消しを使って下絵を描いていきます。まあ、以上ですね。あ、普通の透明水彩絵の具も、使っていきたいと思います。透明水彩と不透明水彩を比較してみます。まず透明水彩の緑を塗ってみました。感覚としてはなんかサラサラな感じですよね。でそして、その上に黄緑を重ねます。すると下の緑が透けて見えますよね。でさらに髪の色も透けて見えるので、淡い色合いになっています。今度は不透明水彩の緑を塗ってみます。こちらはですね、もったりとしたクリームのような感覚なんですよね。でその上に黄緑を重ねました。で髪の色は全然見えませんよね。若干下の緑は見えますが、透明水彩よりは重たいマットな感覚で塗り重ねることができます。次にどんな感じで塗り進めるのかっていうことなんですけど、透明水彩は淡い色から濃い色を上にどんどん重ねていくイメージです。光っている部分に白は使わずに髪の色を塗り残すようにしています。反対に、不透明水彩は、濃い色を置いて淡い色を上に重ねていくような感じ で最後に、真っ白またはちょっと他の色を混ぜたものをハイライトとして、のせるような感じですよね。で厳密には決まってないと思いますけど、油絵とかアクリル画の描き方のような感じなのかなって思います。四重からを描いてみます。鉛筆で下描きを描きました。濃い色を塗ったら消えてしまいそうだけど、細かいところまで描き込むんでしょうかね。背景には透明水彩でぼかした色をのせたかったので水張りしてみました。板がないので横着なやり方ですが、机に直接貼ってみました。まあ、曲がらなければいいかなと思って。最初に背景を黄緑と青みがかった緑で塗りました。これは透明水彩です。水をたっぷり塗ってにじむのに任せました。けれど、もっと思い切って鳥とか木の枝も全部塗ってしまえばよかったなと後で思いました。やっぱりですね、透明水彩に慣れてるので白を残そうって勝手になんか手がそうなっちゃうんですよね。これも練習して慣れるしかないんだと思います。透明水彩は黒もあんまり使わないんですよね。
あの四十からの黒もあの真っ黒ではなくて紫や青みがかって見えるので、いろいろ試してみたんですけど、なんかこう ビデオで見るとなんか真っ黒でなんかあんまりわからないですね。ここで葉っぱや木の枝を塗っていきます。葉っぱの光っている感じも入れていきます。羽の白く見えるところなんですけど、最初筆で塗ろうと思ったんですけど、あの細かく描けなかったので、あのゲルインクのボールペンで描きました。でも白で、描いてこう太くなっちゃったとしても、黒でまたその上から細くすれば多分いいと思うんですけど、ちょっと私は面倒だったので、あのボールペンでさっと描いちゃいました。次はあの面相筆を買ってみて、あの細かいところは面相筆であの描くように挑戦したいと思います。最後に前回作ったハンコを押してみました。欠けちゃったんですけどね。最後にお知らせをさせてください。ネイチャージャーナリングは自然の中で出会った動植物や感じたことを絵や文章、記号を使って記録する活動です。今まで一人でネイチャージャーナリングをしていましたが、この活動を広めたいと思い、ネイチャージャーナル会 in 関東というグループを立ち上げ、仲間を募集しています。毎月一度東京港野鳥公園でネイチャージャーナル会を開催します。初回は9月7日土曜日です。講師はいませんが、経験者がこれから始める人を励まし支えていく会にしたいと思います。どの年齢の方でも、初心者でも経験者でも大歓迎ですので、お気軽にご参加ください。参加方法については Facebook グループに参加していただくことをお勧めします。アカウントをお持ちでない方は、私のノートやインスタグラムでも告知を行いますので、そちらもご確認ください。どうぞよろしくお願いいたします。実は学生の頃ではなだけではなくって、不透明水彩絵の具を試したことがあります。けれどその時はですね、うまく描けないからすぐに諦めちゃったんですね。練習してないんだからすぐにうまく描けるわけはないんですよ。で、それに透明水彩なら透明水彩、不透明水彩なら不透明水彩、どちらか一つにしなければいけないっていうふうに なぜか思い込んでたんですね。で、透明水彩で描いた後に水彩色鉛筆をもう使うことすらもいけないっていうふうに思い込んでました。なんかね、もう本当に頑固っていうか柔軟な考え方ができなかったんですよね。で、不透明水彩は外でスケッチするのに使用するのなら、こう絵の具がねすぐに固まって使えなくなってしまうので向いてないと思います。まあ工夫次第では使えるのかもしれないんですけど、まあでもけれど画材っていうのは自分が描きたいイメージによって自由に選んでもいいんだっていうことにね最近気づきました。まあ、ということで今回の絵が納得できたかって言われたら納得できないんですけど、これは第一作目っていうことで、これをね続けていけばちょっとずつ変わっていくと思うので、また練習していきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた。